清水さん、はい、どうぞ。今日も先発種市投手の試合内容をコメントです。はい、一体心配ならないかあるのか、いい感じでゆったり投げてますね。スイングを取りました。今日最初の三振です。膝触りで笑顔です。横の時間でお話しここですが、はい、歌っていくところここ意識して投げてるようになりますけど、はい、ファーストフライになりました。そのままでスリーアウト。中川を打ち取って三者の逆方向をうまく払う打球はこれですよね。すくい上げた打球、これは栗林大きな当たりも大木野はこちらを向いています。さあどうか。西野もレフト方向の打球です。三度大木野、この回はレフト大木野の出番。ゾーンという初球を叩いて、あらかじめここにいましたセカンド藤岡を正面、ワンアウトで打ちたい。東北福祉大学3球目を叩いてセンター若干伸びますが、あれが追いつきます。ゆっくりと移動する、残しながらですね。ホワイトダル1塁は中村翔吾、いい送球でした。あ、ここで中村翔吾ここは払うようなことになりました。レフト大木野へのフライと最後落ちてきました。ここはセカンドへの当たり、ランナーは三塁へ。マリンセも守備で素晴らしいプレーもありました。さあこれは風もあるところで誰が取るんでしょう。中村翔吾フェンスいっぱい取りました。三塁ゴロ、よくファーストのそんなことが多くなればそこを意識しますけどね。まあ、今日はなんかこう大人の意識が2回目です。左中間に上がった打球、さあ当たりを打った伸びる打球ですが、センター高め深いところを追いつきました。スリーアウトです。6-4-3と当たりました。ダブルプレー、このまま投げれるかというところのポイントになりました。ここはショートのゴロ、和田が手を挙げて